ファブカップこちら2日目です。あ、これ売ってんのかな、これ展示品です、ね、これ買いに行きましょうよ。もう買えんのかな、これあ、もう買える、これで誰が出るのかとかそういうのじゃないですか。出るとその YouTube ってこういうのを俺がなんかその買ってこっから袋から出して、あーフェロムだったみたいな、なんでフェロムなんだよみたいな感じがいいんでしょ。それ今からやりに行きます。いやアングリーバード来ねえかなみたいな、うわビッグだったみたいなのが絵としていいはずなんですよ。それ狙いに行きましょう。クリス・ウォンが2個買って2個とも時戸だったっていう、やっぱ人柄出るんですね。どこにあるの、1個550円だから中、おっあ、時々売り切れっていうことですか。いや俺はそうは言ってないですけど、俺のだけ売り切れてるみたいです、どうやらメナがやっぱり人気だな。あとカンカンもあるってことなんで、カンカンを買いましょう。買ってきましょう。じゃあこれをアングリー引きに行きましょう。今回は、うん、今回は、アングリーを引きに行きます。3個ぐらい買ったら当たりますか。あ、めちゃびっくりした今。めちゃびっくりした。時戸さんお手紙書いてきたんだけど、この子は。あ、マジですか。ああ、どうも。今渡しちゃってもいいの。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。この写真撮っていいですか。はい。アングリでいきます。フェノム以外だったらまあ割と当たりなんで。レコーバイイット。ラッコーアラス。That's why. ハブカップ2023の、公式グッズ買ってまいりました。先ほど、缶バッジっていうんですか、缶バッジを3つほど購入しまして、これランダムになってます。アングリーバードが一番の狙い。で、外れは儲けです。いや、儲けないよ。あ、我々いないっすわ。ない。俺らいないっす。あ、そうなの。いや、でもないから外れもちょっとない。あ、じゃあ大外れだ、もしあったら。いやいや、逆にめっちゃやばい。いつよ。まず、ボケだけはマジやめろよ、これ。いきます。じゃん。え？アイドム！幻のアイドムです。これ大当たり？レアだよね。いないんだもん。これは大当たり。これ大当たりだもん。アイドム、まずゲットです。そして、これ、ちょっとやっぱりあるんじゃない？もう一回もう。アイドムが。アイドムいたらね。アイドムいたらね。二人目は、じゃん！エネル！かわいい。だいぶ可愛くなってるな。エネルはね、昨日の大会には、トップ8いなかったんだけど、今日の、これから始まる、3-on-3 の方には出てるんで、アジアチームで出てます。さて、最後は、アングリーバード弾けるんでしょうか。はい！え、マジで？アングリーバードです！やっぱ持ってんですわ。これマジすごいわ。ありがとうございます。無事ね、アングリーバードゲットしました。ちなみにアングリーバードは、僕こちらの方のタオルの方はランダムじゃなくて、選んで買える
こちらのダブルでゲットしました。これで次の大会アングリーバードと、戦った時には、まあ、勝てるようになってると思います。ありがとうございます。あ、アングリーじゃん。そうそう、しかもこのグッドタイミングだったありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。